フロリアン・コーフェルトは、ドイツ人間出身のサッカー指導者。プロのサッカー選手としてのキャリアはなく、ブレーメン大学で公共福祉とスポーツ学を学び、ドイツサッカー協会の公認 B 級ライセンスを取得するためのコースを選択。大学に通いながら、アマチュアチームのベルダーブレーメン3で GK を務め、トップチームの練習に借り出された GK の代わりに、練習試合などで、 コールマウスを守っていた。2006年、ベルダーブレーメンへコーチとして加入。2014年からは、ビクトル・スクリプニック監督のアシスタントコーチに就任し、2016年10月には、ドリッテリーガーに所属するベルダーブレーメン2の監督に就任した。2017年10月30日、トップチームであるベルダーブレーメンのアレクサンダー・ヌーリ、監督が解任されたことを受けて、 暫定的にトップチームの監督に就任した。初めて指揮を取った11月3日のアイントラ派とフランクフルト戦では敗れたものの2017年内までコーフェルトが指揮を取ることが発表され、翌12月に自動降格圏内を脱出したため正式に監督に就任しとシェア傾向も続投する決定した。2018年1月24日のハンブルガー。 SV 戦から4月1日のアイントラ派とフランクフルト戦まで4勝1分けの5試合負けなしで乗り切るなどチームは好調さを見せ4月4日にはブレーメントの契約を2021年まで延長した2018から19シーズンはリーグ戦直近9年間で最多の勝ち点53を積み上げるなど最終節まで欧州カップ戦出場争いを演じた シーズン終了後、ブレーメントの契約を2023年まで延長した。しかし、翌2019から20シーズンは、開幕から怪我人が続出した影響もあり、終始自動降格圏内に低迷したが、最終節1、FC ケルン戦の勝利で過労じて16位に滑り込み、入れ替え戦へ進んだ。1、FC ハイデンハイムとの入れ替え戦は2戦、合計2から2だったが、 アウェーゴールの差で辛くも残留を果たした。7月10日、翌年以降も続投することが発表された。2020から21年シーズンは、最終節での結果次第で降格になるという事態に陥るほど苦戦し、2021年5月16日、最終節を前に電撃解任された。結局、チームは、最終節に敗れて2部に降格した。 2021年10月16日、解任されたマルク・ハン・ボメルの公認として、VFL ボルフスブルク監督に就任。2023年までの契約を結んだ。ありがとうございます。